教えた甲斐があったわ。見上げた城下作りではないか。入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来おったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。船が来る。ゴロを変えてくれ。新手の船が来おったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。ゴロを進むのだ。
もんだぞ。やりました。さすがだ、陣。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがいい。ユナに会い、近江村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよい。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。鎧を仕立て直しましょうか。より頑丈になりました。では人だったのか。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。さあどうぞ。
い様、化け…ゆうべ現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノして何を見た。川の子、カッパです。妖怪の、確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。お気をつけください。カッパは空腹のはず。ひっ、食い散らかしてある。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。あとが続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。この匂い、焼けた魚だ。そちらの精鋭を出せ。働いておるはずだ。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。やはりな。ここへ。父さんは手遅れであった。
カッパの仕業です。カッパではない、族だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島におばがおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。ユナ、槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百虎長アルタ、大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは。イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。
戦の後にはあったか。いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。どうだったんだろう。イチ、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす気かい。せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、やつの懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ。見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何かわかった。イチいわく、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟。知っておるのだろう。イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。
来い！アレクボチチ、アムカ、セルメソグ、うわDo I?
様。ケンジ、どうした。いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた。猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった。待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。ケンジ、食料と薬があるぞ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな。猛虎に酒売ってるのあっしだけだと思ってません。ああ、そんなひどい。金目のものってありました。珍しい鉱物や。ケンジ、殺してやる。こやつは。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた。菅笠衆から盗んだ。酒井様、もうこの気をそらせます。逃げるつもりか。そんなそんな、策ですよ。信じ。当てにはならんな。そやつと逃げろ。내게뭐했어용해센다아이고미치겠나
源氏、夏夫、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願い出して。一人なら安全だと思ったら。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。見ろ、失敗したじゃないか。怒るな、万事うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川のルミンも喜んでくれるって寸法。Thank you.